ハンス・アドルフ・エドアルト・ドライスッチ、ハンス・アドルフ・エドアルト・ドリーシュは、ドイツの生物学者、哲学者。ダーウィン主義者のエルンスト・ヘッケルに、動物学を学ぶが、後に批判的になり、新生期論を主張したことで知られる。1880年代に、最初の動物クローニングを行う。1867年10月28日に、バーとクロイツナ派で生まれた。 1891年からナポリの海洋生物研究所で研究し、1895年までにウニの受精卵が細胞分裂して2細胞となった時に細胞をバラバラにしても残りの細胞は分裂を続け一個体になることを見出した。この実験結果から生物の一部が欠損しても系の内部で正常なものに調整される調和等の系の概念を提唱した。 その後エンテレヒーの概念を導入し、その後生物学から哲学に転じた。1921年、ライプツヒ大学の哲学教授となった。1941年4月16日に、ライプツヒで死去した。ありがとうございます。